よし。いや、坊さんとカズヤンアイスナウライブストリーミングドラゴンクエスト X オフライン、シャープ産業くんと猫のお話からドラゴンクエスト X オフライン、スチーム。待て待て、良さそうっすね。多分 BGM 聞こえてるし、多分聞こえてんだ。よし、さあぼちぼち始めます。コバモモさんとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト10オフラインやっていきます。スチーム版です。Twitch のフォロー、YouTube のチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。で、今回は、あれですね。前回、ウォルフェアが終わって、で、その後に、エルフのとこ終わって、で、今回、ジュレットですね。ひよこ。はい、いらっしゃい。今回、ジュレットなんで、まあ、そっからやってる感じですね。僧侶、今、現在、レベル21ですね。じゃあ、始めましょう。あ、これ決定ボタン、あれなら×と同じ位置なんだ。さすがスチーム。これね、今ね、PS5 がね、これと同じ操作になってんだよね。僕さん、ジュエットマーチの亡霊長寿から、ビーナーズ長から来た金な調査員がラーディス王女、島にある、知恵の眠る遺跡まで安全に操作できるようにしてほしいと頼まれた。ラーディス王子島に行くには、町の南にあるミューズ海岸から彼女に乗ればいいと教えてもらった。荒水が出るから、もうあの通りにやれば OK ですね。早速すぐ買いますか。スポット買ったみたいな。大体受けたような気がするんです。なんかカバン取ったりとかしたはずなの。ラッシュの声です。R1 が出し。ジャンプ立てる。いやー、この操作慣れの大変です。あ、ルーラストーンで近くまで行きますかね。上の足音も、あったあったあった。これで行き飛んでみますよ。よし。あ、もうちょっと始めます。一回登録すると、もうどこでも飛べるようになる。いや、いいですよ。ラーリス王島行きのカヌー乗り場はここですぜ、お客さん。フルボス。おいらは私森のバルークってもんです。このカヌーに乗っていきますかい。それじゃあ、早速行きますよ。俺、ヒロの春が気になる。ヒロタル気になってまあ、いっか。ラーディスの探索からです。靴自体は、まだ探索してない。何ですか、あの娘っ子は。こっからかい。小さな娘っ子がこんなとこに一人で来ちゃ危ねってのに。あ、やっちまいました。ボールのやつがポキリと行きまった。すみませんね、お客さん。一旦戻って直しますんで、待っておいてください。いや、音とかマイクとか聞こえなかったら教えて。聞こえてる場合は、お客さん、じっと時間かかりそうなので、
よかったらさっきの娘っ子の様子でも見てきちゃくれませんかい。了解。何をしに来たんだか知んねえが、あの娘っ子に町へ帰るようにそれとなく行ってきておくださいうん、小さなメダル。もうだよ、気のせいだよ。うん。おるねえ、おるねえ、もうさ。顔でかいんだ。お願い、この子のことは誰にも言わないで。町の人たちは猫が嫌いなの。もし知られたら。この子はきっとひどいことされちゃう。ごめんね、お腹空いてるんだよね。慌てないで、ゆっくりだよ。この子は町の港に流れ着いてて、誰にも気づかれずにいたのを私が最初に見つけたの。きっとこの子もパパとママに捨てられたんだ。私と同じだから、私が育てることに決めたの。だからお願いだよ、この子のことは内緒にして。しょうがねえな。いつまでもここに置いとくわけにいかないのは分かってるけど、でも話は進んだっぽいかな。そうにゃん、これかわいいっすね。行きましょう。では、お客さん、やっとオールが治ったところなんですが。娘っ子はどんな様子でした？町へ帰っていましたか？はい。そうですかい、そんならいいんです。いやー、お手間を取らせました。今度、ラージソートへ行きましょうよ。いやいや、振り仮名がついてんのはかなり優しいっす。漢字を間違える必要はない。お待たせしました。ラーディス音につきましたね。では、足はこれにして失礼。さあ、ラーディス来ました。敵も戦っていないとっすね。釣りもできんのか。そっか、釣りできんのか、今。手ごわそうって書いてある。まだ早そうっすね。レベル上げてないですかね。浜辺の小屋とかね、です。見ましょう。また、できちゃう。現地引けばいいって感じになってるのか。あそこになんかクエストもある。あれ、カバンのやつかも、もしかしたら。
今のレベルじゃあそこきつい気がするんですよね。パワーメモクリア。まあでも使ってるから、ちょっと強さを見てやってる感じですかね。あ、だから、あ、もう、低い。あ、まだ後々なんかありそうですけど。どうすか、もう行きゃいいの。しかも、こっから敵が強くなりそう。あー、強いっすよね。やっぱ見た目が違うもんだ、君ら。これ敵の強さも、動かしてみるようにしないと。消えたような気がするんですけど。私に任せて。別のテイストひよこや。すげえパタパタ動いた。魔法使った方がいいな。濃い目もいけんと。濃い目は持ったんじゃなくてやりすか。なんでそっち狙うんだよ。ハイパー目さかかす。でもこっち狙うか。でもなんか当たりますね。62いいっすね。よーしよし、いいね。うわ、危ねえ。危ねえ。地味に強いっすね、こいつ。本当は戦士を上げて、怒りを収めるやつを覚えたいんですけど、ちょっとベッドやんないといけないっすね。そうだ、やるとか言って全然やってなかったっすね。やるのがいい。ギミのコマンドが分かってるこれか。どうも。敵の強さの見方がね、どうやるのか分かんねえんだよ。まず普通にたげれるんですけど、なぜかたげれないです。調べるとかなんか、いや、調べるないっすね。フィールドで、いや、ないよ。見えないんだろうな。
いやー、いけるかね、これ。やってみますか、スライム。ちなみに、カメオセンスなんだよ。最悪逃げますよ。うわー、来た、いっぱい来た。ちょっと待って。ちょっと待って、メタルブラザーズやりたいっす。おい倒せうわー強え、ちょっと待って、強えやんけ、いい、それで帰って、あ、しかも逃げてんじゃんいねんだけど、ついいつ、逃げた。最悪だ。この野郎。すごい、すごい。とりあえず、倒せますね。キングスライム。あなたのおかげで猫の魔物に邪魔されることもなくここまで来れました。そうだね、猫もいなかった。さて、この辺りには何か異常な様子は見当たらないでしょうか。うん、遺跡そのものには異常はなさそうに見えますね。やはり波紋の音差に何かがあったと見るのが正しいようです。説明しましょう。この遺跡の奥には波紋の音叉と呼ばれる大切なものが収められているのです。ベリナードの女王ディオーレ様が歌う恵みの歌のことはご存知ですか。女王様の恵みの歌によって水は清められ、この海のすべての生きとし生けるものに守りの加護が与えられるのです。そして波紋の音叉はその恵みの歌を諸島全体へと伝えるという重大な役目を果たしているのですよ。恵みの歌の恩恵がなくなればウェナ諸島に何が起こるか。こうしてはいられません。すぐに奥へと向かいましょう。了解。でもダンジョンになってますね。まずぐるっと回りますか。私に任せて。4パウン、あ、じゃあ、さっきのペンギンのとこ行かなきゃ、そこまで敵強くないっすかね、バッコ。え、ケンがかわいいっす。一応喋ります。あ、じゃあ、こっちじゃねえ。こっちじゃねえ。まずはこっちに行くと多分だからがあるんだと思うんだよ。よし、頑張るぜ。
すごいすごい。クーラーがいることでやっぱ難易度がだいぶ違います。最初、一番最初にプクリポンとか行ったのかなり大変でした、ね。ソロでやんないといけないもん。だから先に、フーラーのとこ行ったら、もうフーラーが仲間になってたから、フーラーとなんですけど。よし。火柱。あ、でも、まあ、ドルマとあんま変わんねえ。ああ、やっぱ強いっす、火柱。来るってことは格上か。え、ちょっと待って。だから伸ばした。あ、取ってる。取ってた。すいません。じゃあ次の回。でもこれでついちゃう。悪魔神官のパワー方いいっすね。やっと波紋の王様のところまで来ることができましたね。波紋の王さんの見た目は特に異常ないようですが、これはいけません。大変だ、王さんの機能が完全に止まってしまった。故障の原因は分かりました。説明しましょう。音による振動波を増幅させる部品の結晶ガが劣化してしまったようです。こんなこともあろうかといくつかは結晶ガを持ってきていますが、一本だけ足りないようですね。でもご安心ください、結晶ガは幸いにもこの遺跡の中で得られるものなのです。というわけで、すみませんが、ちょっと戻って結晶ガを一本手に入れましょう。結晶ガはこの遺跡に出現するデスマエストロを倒すとよく落としますから。うん、あのおっさんをひたすら倒す感じか。了解。話すできるんですか。うん、あ、ちょくちょくフーラーは話しかけましょうか。ついてきたね。余計なものが。引かすね。危ねえ、あいつ魔法カンタか。こいつしれっと魔法カンタしてんの。
ザオリク、うわ、うぜえ。いや、うぜえな、ザオリクは。ちょっと待って、でも、こっちさっき倒さないとダメか。ああ、しかも取ったね。ロッシャー早かった。おお、さすが。ムッサンさんだ。すぐにでも音叉を修理できます。さあ、早く波紋の音叉のところまで戻りましょう。うん、了解。久々に今日ビール飲んで。酔っ払うのやっぱ早いっす。久々すぎて。あなたのおかげで無事結晶画を手に入れることができました。私は早速修理に取り掛かります。修理の間お暇でしょうから、この遺跡のあらましでも説明しましょう。この遺跡は17代前のベリナード国王ラーディスが作ったと言われており、神殿としての役割を持っていたようです。ラーディスって国王の名前なんだね。ラーディス王は王位を妻に譲り、その一生をこの神殿の建造に捧げたと伝えられていましてね。波紋の音叉を守るためあえてこのようなところに神殿を作ったということなのですが、何か他の大きな目的があったのではないかと私は推測しています。ラーディス王を最後にベリナードの王は女性が務めるようになったのですが、それとも何か関係があるのかもしれません。これでよし、お待たせしました。修理は無事に終わりましたよ。おお、ギリギリで間に合いました。女王ディオーレ様が恵みの歌を歌い始めたようですよ。ほら見てください、恵みの歌の力で周りの海水に聖なる守りが与えられていきます。これでウェナ諸島の海は荒れることもなく、海の幸にも恵まれるのです。修理がうまくいって、私もやっと肩の荷が下りましたよ。これもすべてあなたのおかげです。本当にありがとうございました。いいですね、BGM。ヒーローの BGM のアレンジバージョン。要はこれで戻ればいいんだよね。これルーラーでいきゃいい。フーラーに話しておきますか。長女は調査の結果を聞きたいってさ、長女には北斗の教会に向かっていいじゃないか。今俺のうちなら剣を上とかのズバリ、あ、そうめんなさい。持ってるわけがねえな。
助かりました。私は別の調査が待っているので急いでメリナード城に帰らねばなりません。お礼は町長さんに預けておきました。ではこれにて失礼します。インナーパーティーから外れた。あ、外れんだ。では君に礼を渡そう。私からの分も上乗せしておいたぞ。お、ステンゴールド、ありがてえ。不満そうな顔だな。それでは足りないというか。欲あるね。そうか。そうだね。君はキーエンブレムが欲しかったのか。だが、いくら町長である私の頼みとはいえ、人の手助けをした程度でキーエンブレムを与えることはできん。そう。町一つを丸ごと救うくらいの大仕事をやってくれたのなら考えてもいいのだが、ね、さて、では何事だ。大変だ町長、町の中に猫が嫌がったんだ。ソーミャだ、あいつが猫。バレた。何、ソーミャと猫に何の関係があるというのだ。ソーミャの家へ来てくれ。ほっとくとソーミャも危険かもしれねえ。わかった、君もソーミャの家まで来てくれ。で、サンプレットか。当たり前だろう。まずは私の家で話をしよう。それからでも遅くはない。Thank you.
いや、この猫はきっとパパがママで捨てられたんで。うちの家族にするって決めたの、それなのに海を放り込むなんてひどい。そしてどうすればいいの？誰か長寿さんのところに行って、あのお兄ちゃんを止めて。違うわ。あのガキに返せとでも言うのか？いや、そうではない。確かに、ソーミは家族がおらず、あなたの気持ちはわからないでもないが。サンケットだよな。猫の魔物があたりをうろついていたのは、その子猫のせいかもしれんのだ。町に置いておくわけにはいかない。しかし、そいつを海に捨てたことが奴らに知られでもしたら、どんな報復を受けるか分からんのだ。君も来てくれたのか。なあ、お前、名前は何て言うんだ？大して急がねえんなら、ちょいと俺に付き合わねえか。こいつを親元に返してやろうと思ってな。俺一人で探すのもめんどくせえ。お前も手伝ってくれないか？ヒューザーもパーティー行く。海に捨てるのではなかったのか？それじゃあこの町がヤバくなるんだろう？そっちの面倒まで見るのはごめんなさい。すまん、恩に着る。ならば、猫島という島に向かうといい。そこでは、この地方の猫の魔物たちが集団で暮らしているらしいのだ。島の奥には巨猫の巣と呼ばれる特別な場所があるとも聞いている。そこに行けば手がかりが得られるかもしれん。当てがないよりはマシだな。そこへ行ってみるとするか。これは正式に私からの依頼としよう。確か君はキーエンブレムが欲しいということだったな。これは町を救うという大きな仕事だ。うまくやってくれたら、君たちにキーエンブレムを与えようではないか。話は決まったな。付き合ってもらうぜ。ダメ！その子は私が育てるの！このガキ、立ち行きしてやがったの。ガキに付き合ってる暇はね。行こうぜ。おいおい。どうしても行くんなら、私も連れて行って。来るんだ。ああ、うつ。わかったよ。連れてってやるよ。ほっといてこっそり後からついてこられたりしちゃうかなね。ソーミはパーティー行くわ。モンスターはヒューザーからこの猫、大事なものを受け取った。ほら、行くぞ。絶対に俺から離れるな。手つないでる。それじゃ、去年このストエラに出かけるとするか。行くぞ。よう。ソーミは拾った子猫を親元へ返して行ってくれるなら助かる。猫島という島に向かうといい、そこではもちろん猫の魔物たちが集団暮らしているらしい。島の奥には巨猫の巣と呼ばれる特別な場所があるとも聞いている。そこに極めて手がかりが得られるかもしれない。町の南の水海岸の川に乗り場から猫島へ向かってほしい。ラジスの吐息のさらに奥の乗り場から間違いない。猫の王座が傷ついた君たちには生き延びを与えよう。
ラーディソートのマットルーパー。このマットルーパー。この3人だったらいけるかもしれない。でもヒューダーは正式な仲間になってねえから、まずはそっち優先するか。相手の空きはまだあるよね。あるから大丈夫。ちょっと一旦セーブどうですか。つけていくか。一応ね。ワンスキル。宿屋に泊まって、調べてあると思うんだけど、調べてあるよ。調べらんで、ね、オフラインは1回しか調べらんで、ね、だからその代わりそこに小さなメダルとか自分のがあったりする。9個セーブできるってことです。よし。では向かいます。ルーラストーン、フェナッツと、猫島パワー。トイレ行ってくるわ。足で行きます。よいしょ。よし、行きましょう。では、スタートです。きっちりやっていきたいですね。
運動足。いや、フーラ強えなぁ。フーラ強え。いや、もうヒューザーも頑張ってほしいですね。レベル上がった。ベホイミ、来たー。よっしゃ、ベホイミついに覚えた。でかい、これはでかい。どうしよっかな。スティックですよね。MP 回復。行きましょう。よし。覚えたいですけど、なんで槍を俺2つ覚えたんでしょうね。なんか、攻撃したい時があったから。そうですね。最初の頃あれですもん。僧侶しかいなくて、全然ダメージ取んなくて、っていうことで槍にしたんですよ。今はもう仲間がいるんで、全然杖大丈夫です。猫魔族も以外が勝手にこっちに足を踏み入れる。何？子猫を返しに行く。子猫とはマスクを我々に探していたジュニア様のことではないのか。ジュニアって。ならばこの島の奥におわす。キャットマンマー様に会いに行くのよ。大事なものに入ってる。大事なものってどこで隠すの？これか。そうには広くて、猫の魔物の魔族。使う。子猫は元気なようで、モクさんの懐でおとなしくしている。貴様から猫の匂いがフンとする。あ、ナスカ、この匂いはキャットモンマーさん。返しに来たんです。猫魔族のパラダイスなのに。やめんだよ。強いのがワンスカいるんだよ。お帰りはこちらだよ。こっちは強いのがいっぱいいるってことは行かねえ方がいい。これ変わんないですけど。戦ってねえから戦って。ああ、でもメイジが出てる。メイジか。いや、強いっすね。強いわ。なんじゃねえ？ガンガン使ってるけど。オッケー。ちなみにフーラン7ポイントありますね。さあ、どうしましょう。風乗りスキル。スパイクとか、そういうの欲しいですけどね。あ、暴走魔法陣、こんなとこある。うわー、欲しい。これ欲しいっすね。いやー、欲しいなぁ。これも欲しいなぁ。あ、覚えられねえんだ、今の時点で。じゃあ覚えちゃおうか。オッケー、暴走魔法陣来たね。これ、ボス戦で使えますね。よし。
レベルが上がると MP 回復する。あ、これ。いや、範囲がきつ。すごい大丈夫そうですね。よし。一定範囲が。余裕ではなかったけど。わあ、すげえな。400との経験値くれてんじゃん。まあいいね。すいません。こいつ敵が強い扱いになってる。ほっといきます。ひひひひ、逃げれるのいいっすね。シンボリックエンカウント、こうやってね、やったりするけど最初っぽいんだ。でも見えなかった、今。今のは見えなかった。白いの NPC ですよ。てなんであなたが猫の匂いするには、見た目変だけど猫なのか。それならこの先の巨猫の巣にいる女王、キャットママさんに会ってご挨拶しなきゃいかんねえ。みんな同じようなこと言ってますね。僕は巨猫の巣って呼ばれる場所、用があるのだと目指しない。ママさんとこの片腕であるリベリオさんは今わけあって難しいところなので手を煩わせてはならんぞ。リベリオね。こっちが宝ありっす。
無理って気持ち。よし、さあ着きましたね。よし、まあまあそのお部屋があるもんね。いいっすね、ボスの目の前にこれが置いたのありがてえ。OK。気のない立ち方を見事に再現してます。キューさん。慌てんなよ、ブタネコ。俺たちは届け物に来ただけさ。ブタネコだと？貴様ら、俺の剣のサビにしてやるにゃ。ナイスね、リベリオ。キャットリベリオ。しかしこやつらは待てと言った、はあ、ママのサイズかわいいね。そなたたち何用でここに来たのかい。俺たちはあんたらのお仲間を返しに来てやったんだ。おい、あのちびれもこのデカ猫に見せてやれよ。やっとママエコ猫を見せますか。はい、ノッサン、キャットママエコ猫を見せた。な、何？それはおお、その目、その顔、その愛らしさ、見まごうはずもない。まさにわらわの息子ジュニア。よくぞよくぞ生きていてくれた。さあジュニアを我が元に返してやれよ。ちょっと待ったにゃ。貴様らなんてことをしてくれるにゃ。俺様の計画を水の泡にする気か。計画とな。くぅ、しまったにゃ。しまったにゃ。まーい、バレちまったら仕方ない。こうなったら全部バラしてやるにゃ。計画ってのはまずはあんたのジュニアを海に流して泣き者とすることにゃ。そして気落ちしたあんたを葬りゃ、次のボスの座はめでたくこの俺様に回ってくるのにゃ。リベリオ、そなたなんということを。
まらのせいで失敗にゃ。こうなったら力押しあるのみ。まずは貴様らからだ。ジュニアとマンマーの始末はその後にゃ。こいつはやべえぞ。ヒューザーは戦わねえの。私もその子を守る。ここに来る途中もお手伝いしてきたし。おいおい、わかった、お前の手を貸せ。ソーミャ、豚猫って言うな。始末めにはい、ヒューザー戦わねえな。三枚に下ろしてやるにゃ。じゃスーパーアイテム使いなくていいな。あ、もうこの方でいこうか。いや、妄想すんのかな。この方で使ったら取るまではいいの。悪いなこれ。ああ、暴走しねえ。確率だもん。危ねえ。そう聞いてますね、あれ。赤っつったもんね。放送で出てほしいけど。ベフレミション。いえ、開始。どう？うん、OK。よし。全部。
ちょっと待って、ヒットポイント6も上がってんじゃん。いいね。まあ、貴様のようなやつにこの俺様が負けるとは。こうなったらジュニアだけでも道連れにしてくれるにゃ。あんた筋が通ってねえな。猫を殺しちゃいけないってな。死んだ爺さんと約束してるんだ。今すぐここから消えな。一応猫だ。人の子らよ、波紋の音叉が壊れたことはわらわも聞き及んでおる。国の礎たる音叉のようなものが急に壊れたのはなぜか、あるいはわらわの力が同族たちにあまねく及ばなくなり、キャツのようなものが現れたのはなぜか。なんだ、何の話だ。わらわは何やら忌むべきもの、悪しき意志がこの大地を覆い隠さんとしているように思えるのだ。このことを夢忘れることなかれ。ふむ、それについてはそなたの方が骨身に染みて知っているようだな。チッ、何のことやらさっぱりだ。なあ、わかったよ。と、ほら、お前の出番だぜ。でも、ユザ兄ちゃん、この子は私の家族。親がいない寂しさは、お前が一番よく知ってるはずだろう。その寂しさを知ってるお前が、その子を親から引き離したままにするのか。幼きウェディの者よ、そなたがわらわのジュニアの命を救ってくれたのかい。この子は町の港に流れ着いてました。私、この子は捨てられたんだって思って、私の家族にするつもりだったの。ごめんなさい。謝らなくてよい。すべてはわらわの愚かな配下がしでかしたこと。そなたに落ち度はない。そなたはジュニアにわらわと変わらぬ愛を捧げてくれたのであろう。ならばわらわは礼を言わねばならぬ。この子を返します。ああ、ありがとう、わらわの息子。もう離さぬぞい。そなたらに礼を言おう。よくぞジュニアを届けてくれた。そなたらのおかげでニメリオの暴挙も止めることができたのだからな。時にそなたはヒューザと言ったな。なんだよ。わらわもな、先代と約束したのだ。ウェディの者を殺してはならぬとな。遠い時代、我らキョネコ族の勇士とウェディ族の勇士が手を取り合い、巨大な悪と戦ったことがあるらしい。そんな話には興味ないな。そうか、
は守ろうと思っているのだ。とはいえ、わらわの意に沿わぬ者もいるだろう。そなたらに敵意を向けるやもしれぬが、そのようなものは好きにして構わぬぞ。こっちの面倒事を解決しただけさ。さ、用を終わったし帰るとしようぜ。町長に報告に行かねえんだ。まあ、ほぼほぼの猫を襲ってくるけど、ここにいるやつだけだよ、そっとく。なに、うだうだしてやんな。ほら、ちゃんとお別れを。ヒューさん、聞こえますか？お、来たね。この者は、悪しき気配から世界を守るための重大な使命を果たす旅をしています。あ、誰だ？誰の声だ？あなたなら、この者を助けることができるでしょう。この世界の希望を絶やさぬように。どうしたの、ヒューザミちゃん。いや、なんでもね。ほら、別れってのはさっぱりやるもんだ。もう行くぜ。いやー、レビューのやつを聞いて生成しましたぜ。あいつ、俺たちが言うようにこき使いだと本当のヒゲがプルプルしたんです。ヒゲ。この島に暮らす猫魔族の間に数十年に一度は結局猫魔族と呼ばれる種が生まれることがあるんだよ。それで同胞の数は少ないキャットママ様、ジュニア様を愛する理由はそこにもあるんだよ。我らはこの島で静かに暮らすことを望んでおるんだ。ウェイジドクターを争う気はない。その時からも彼らに伝えてくれと助かるんだ。じゃあ、村に帰りましょう。ソミさんの気持ちわかるな。でも、きっと乗り越えられるよ。ここからは話せんのか。うん。船がいない寂しさ、あいつが一番よく知ってるソミなら分かってくれます。あ、でもこの時点でまだゲストになってる。いや、この時点で、帰りましょう。なるほどね。ゲストの、あ、さっきのあの、なんだ、調査員みたいなゲストのゲストに関しては、ここで話してないけど、ヒューザーみたいな本当に仲間になるやつは話せると。チビ猫を探してこの町に来ることはないだろうが、あいつらは所詮魔物なんだぜ。ママはいい人じゃなくて、いい猫だよ。町の周りから猫の魔物がいなくなっただけでも私にはありがたいのだよ。このジュレットに住む者に安心を与えるのが町長たる私の役目なのだからな。それご立派なことで。ヒューザ兄ちゃん、またそんなひねくれた言い方する。
君たちの働きは実に見事だった。まさに我が町のキーエンブレムを与えるにふさわしい。さあ、この青のキーエンブレムを受け取るがいい。もうさ、青のキーエンブレムを受け取った。じゃあ、これ何個3つ目か。もちろん君にもだ。さあ、受け取ってくれ、ユーザー君。いらねえ。何？しかし、このキーエンブレムがあれば、他の国でも信頼を得やすい。持っていて損はないと思うが。俺はそんなもんには頼らない。自分の力で人に認めさせてやる。例の村を出たとき、そう決めたのに。この性格で。そうか。ならば無理にとは言わない。君の好きにすればいい。そうそう、これも何かの縁だ。俺は当分お前についていく。嫌とは言わない。来たね。オッケーオッケー、いいよ。ヒューザーが仲間になった。よし、来た。よし。いい、3人になったね。足手まといにはならねえから安心しろ。ほら、ソーミャ、お別れをしなさい。うん。いろいろありがとう。よかったら、また会いに来て。ソーミャがパーティーから外れた。そうだな。近くに来たなら、ぜひこの町に立ち寄ってくれ。まあ、あれっすね。エキストラクエが多分あるからあったんです。この街に君が来てくれて本当に助かったと思ってたんだ。またいつも立ち寄ってくれ、君はジュレットの救世主なんだ。多分そうめは別のクエスト。どうしてもまだ会話しろってなって。チビ猫をずっと手元に置こうとしてたよな。今でもそうしたいと思うか。ううん、もう思わない。頼れる相手がいるやつはそいつに頼ればいい。だがいないやつは自分が強くなるしかねえんだ。誰にも頼らずに生きていけるようにな。俺は今までそうしてきた。これからもそうやって生きていくつもりだ。そうだね。別にお前にそうしろって言ってるわけじゃねえよ。勘違いすんな。あの女王猫が言ってた悪しき意志ってのに本当に心当たりがあるのか。うん。ネルヴィル、ネルヴィルって野郎がそんなこと。なるほどな。あの声はそれに関係あるのか。ああ、いや、女王猫のところでは、お前についてって妙な声は。ユーザ兄ちゃん、それって、ジュレットの町も、じきに危ないってことだよね。やっぱり、私もユーザ兄ちゃんについていく。町を守らなきゃ。いやいやいや、危ない危ない。キュネコマスの時みたいに、二人の戦いのお手伝いする。何すんだよ。いや、そうよ。お前は残って町を守れ。
親玉退治は俺たちに任せな。そうなんだ、町のみんなと仲良くなって町をみんなと一緒に守りきって、いつか帰ってきた俺に強くなった姿を見せてくれ。それじゃあばよ、ソミラ。元気でね、ヒュージャ兄ちゃん。兄ちゃん、やろ。いやー、ヒュージャかっこいいな。私はヒュージャ兄ちゃんみたいにはなれないかもしれないけど、町のみんなともっと仲良くなって一人でも生きていけるように頑張ってみるよ。それで大きくなっていつか猫島にいるあの子に会いに行くんだ。お友達になってもらいに。いろいろありがとう。私はもう大丈夫だから。オッケー、ジュレット園か。エキストラのとこでやりましょう。もしかしてからに。レベルが足りないはずなの。これはどうなの？アップデート、来た来た、これか。でも、幸せのあれを乗ってきてくださいね。あとアップデートやっていくかな。便利はやってみます。いいかな。行き過ぎちょっと多いんで、始まから走っていくか。で、ちょっと、下ルートで行きましょう。宝があるかもしれない。次はあれですね。あそこ行こっかね。あ、いた、いる。じゃ相手にとって不足はねえぜ。いや、3体多いな、もう。いや、元気回復してねえじゃないか。方向の地方テンションアップ、はい。これは今まで使った。これあとグループで2体になっちゃうから、ここは、便利かもしれない。方向でこれ。弱っ、ね、これもしかして武器装備してねえんじゃねえの。ああ、なんかそんな気がしてきたな。これ弱えよ。なんでも弱すぎだろ。でもレベルも低いっすね。17だもん。よし、オッケー。さあ、どう？やったー！おー、ベホイム残った。いいね。ユーザーのレベル上がった。力がみなぎるぜ。
10ポイントか。振ってあげないとっすね。でもまずな、武器何でいくかっすよね。両手剣でいいのかな。まあでも振り直しできるから確か。あんま気にしなくていいんだよね。でも攻撃力を上げて、フリーズグレードいけんだ。だけど7ポイントだ。一旦貯めとくか。いや、ちょっともう、取ってねえじゃねえかよ。もう。おーって周りがピンク色になるときはボーストしてる。濃い目もボーストしてくれる。トビア。あ、な、怖いわ。さすがに取ってほしいですね。ああ、取らねえ。もう長えよ、この野郎。まあ、いいレベル上げにはなりますけど。経験値くれる。
よし、どうぞ乗ってくれよ。いや、レベル上がるのはありがたいんです。じゃあ、うん、覚えときますか、一応。よいしょ。ああ、すごいっすね、これ。20上がるんだ。これ欲しいっすね。OK! 出た。よーし。いっぱいですよ。了解です。もしは幸せな音を見つかったんですか。マリベに幸せな音を渡しますか。はい。さあ、マリベに幸せな音を渡した。ありがとうございます。代わりの方は早速この羽をペンにして手紙をしたためのことにしましょう。マリは幸せな音にインクをつけてスラスラと手紙を書き始めた。さあ、できました。早速この手紙を小瓶のお方に届けてくださいませ。まだ続くんかい。もうさ、マリの手紙が渡された。どこに届けばいいかわからない。それは私もわからないです。この町に住んでいる方ではないようです。よく見たら詩の最後にルムーロンよりと書いてあります、ね。でも、名前だけでは。写真を見ると、パラソンのあるビーチで、おそらくこのジュレートの海岸の、どこかだと思うので探してみてください。いつを開くと人の居場所を確認できるので、海岸がありそうなところで地図を開いて、キャラの場所から探してくださいね。難しいこと言いますね。ちょっと。これだ。うん、じゃあこれ買っときましょうか。初心者の剣ってそりゃ弱えわけだ。あと防具か。寄って剣とか盾は無理っす。これ上がるんだ。ちょっと待って。そっかな。ライトバックラン。そうね。高えな。だからでいい気がするかな。にしてなかったのかい。ジェイソン。あれ？さて、防具とか、防具屋じゃねえからか。一番高いとこから見る。68、な、防具が772。こんな防御力低いんだけど、修練用だから。安いの買うか。
これいけんの、これいけんの、いいアクセサリーがないのか。ああ、これでいいか。あれちょっと、こもってんじゃねえけど、なんでだよ。もう。いやー、しかも掃除できるやついねえ。いいや。外れそうか、すげえ。あ、そう、金あるから、いいのかな。次のとこで、次の街で買いたいっすね。とりあえずこれでいっか。ピシが出てくる。まあキララな海岸だと思いますけどね、ムーロンさんなんで。あのイベントとかで出てきますね、あのオンラインだから、あれの辺をちょっと解放しておきますか。海外行きましょう。この敵はまた来るとき。やろうか。強いね。これでキャラの投資なんですね。まあいるね。え、ムーロンさん。そういうサメのイベントやってないです。やるんかな、オフライン。ラマです。ムーロンは死やから、なんでわしのことを探してるんだろう。なんとわしの流した小瓶を拾ったらと、はて、なんだっけ。
思い出す。わしがウェディ中の女の子にモテまくってブイブイ言わせた頃の感じ。彼女のギャルとお友達になりたくてイケてる写真たちを瓶に入れて海に流したことがあったっちゃ。まさか今頃それに返事が来るとはなと思った。ウールのフさんからマリーフの手紙を受けた。ミミズが野田食った字も同じで何が書いたのかわからんわい。よほど書きづらいペンでも使ったのかな。これは読むのに時間がかかりそうだ。とにかく手紙を受け取ったらこの手紙の彼女によろしく伝えておいてくれ。じいさんってちゃんと 言ってあげるんですか。ありがとうございます。旅の方、お手紙を渡してくださったんですよ。そのお顔を見ればわかります。お手紙はジュレットの町に私の会いに来てくださいって書いたんです。早くお目にかかりたいです。あ、いけないいけない。これは本物の命令ですから、どうぞ受け止めてください。誰かは言わないんだ。いいっす。会ってみてからも楽しいということですね。ああ、ムロさんは私に会いに来てくださる日が待ち遠しい。じゃあ。多分帰れない。決まっています。ですね、ガタになってます。もしかしたら乗り物が手に入る可能性があるので、一応、ガタにしましょうか。おお、そのビビッとかつユニークな顔立ちは、またあったの。よもや、わしのことを忘れちゃいまいな。アストルティアに知らぬことなし、放浪の賢者ホーラーじゃ。まんま。して、いくつ集めたんじゃ。三つです。うんうんうん、通過とはいかんもんじゃな。わしが聞きたいのは当然お主の持つキーエンブレムの数じゃ。モスは賢者ホロに自分の持つキーエンブレムの数を教えた。ほう、そうかそうか、なかなか頑張ってるようじゃな。そうじゃな、悪くはないが、この大地の箱舟で楽ちんに行ける5つの町くらいは済ませておきたいの。つまりオルフェア、ジュレット、グレ、アズラ、ガタラのキーエンブレムをまずは全部集めてきてほしいのじゃ。それほどの腕前の持ち主ならば、わしも安心しておぬしらに大事な使命を託すことができるからの。その使命とはズバリ、冥王ネルゲルを倒し、やつに封印されたレンダーシアの大地を救うことじゃ。故郷の村をネルゲルに滅ぼされたおぬしや、できることなら今すぐ仇討ちを果たしたいことじゃろう。だがな、焦りは禁物じゃよ。
今のお主らでは到底あの冥王には勝てまい。それに奴の支配する冥界への入り口はランドン山脈の奥深く断崖の先にあり、誰もそこへ至ることはかなわぬという。さあこのわしを除いてはな。今は実力の証キーエンブレムを集めながら力を蓄える時期なのじゃ。くれぐれも無策無謀に走るでないぞ。次はガクとガタラガタラ。本日の運転はスキッピオ運転手が、車掌は私マリウスがご案内いたしました。おお、もう着いたのか。相変わらず大地の箱舟は早いの。いかん、ガクとガタラ駅では名物のガタラの豚まんを買うんじゃった。こりゃ急がねば。しかがねでは今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するときまた会おう。お主がキーエンブレムを午後集める気よ。わしは心待ちにしておるからな。ガクトガタラ駅に到着。またまた一定のリズムで揺れるのが心地よくて居眠りしちゃった。もっさんさんは眠くなかった。二人とも寝てたよ気持ちです。何か知らねえがあの乗りは眠くなってしまうの。じゃあ私はここで、ね、イケメン売りの仕事していますよとすぐにと買い求めですか。はい、イケメン。当弁の駅弁をありったけ買い占める困ったお客様がいらっしゃいます。ゆりやってご購入ください。またフォローじいさんには困ったもんです。ガタラ原野の奥にあるカデアサンドは強いままを用意してるから全然覚えないものはおすすめできん。自信がないのは南東にあるモガリム階段に行くといいけど、こちらのままはいつくらか弱いから。整備しとくか。屋敷です。仕方ない。他の町で名を上げるとするか。
来た。まああそこに行けば踏んでたんでしょ。まああるね、つってあるな。あとのゴミはなんとかのロケットに行くのが新たし。もしあなたはキーエンブレムを求めてこの町に来たら一度訪ねてみるのがいいかもしれない。私は困られてしまった古代の神からくりを再生して蘇らせてあげるのが好き。なんかでもドルボードという神からくり。あ、来たね。よしよし、来た。ドルボードは宙に浮かぶという失われた技術を使われた古代のもの。今はもう断崖が時々見つかるだけ。あともしかしてドルボードに興味があったらしいのところ。はい。そう、やっぱりそうなんで、あなたは私と同じなの。きっとそうだと思う。もしもあなたがドルボードの残骸を見つけたら、私は再生してあげてもいい。あなたは一人前の証を得た部分を冒険して、それを見つけられるかもしれない。探してみる。いやね、わかった。ボルド、ドルボードの残骸はよく見つかる場所だけど、例えば。声が聞こえたドルボードの声、あなたは呼んでる。これは、この街を出た先のガタラゲンイヤ。ガタラゲンイヤの東にある遺跡の森。いくつか壊れた建物を残されているから、その辺りを調べてみる。了解。ライドオンドルボード。きっと見つけられ、耳を澄ませばあなたにも聞こえるはず。と、私と同じ。近そうですね。これはカスタムやですね。ドルボードさえ持ってきてれば、色を変えたり、ホルモンを変えたりしてくれる。花火屋ですか。なんで。エンドに渡すことができる。何を言ってるかよくわかんないけど。素材を。素材はいらんです。どうして大佐はこの世界で武器や防具を自らの手で作ったり、それを強化したりできる職人たちがいることはご存知ですよ。実は私、職人に関する本を出版するために取材をしているんですが、その中で不思議な鍛冶セットなるものを目にしまして、不思議な鍛冶セットは誰でもどこでも鍛冶ができちゃう職人の中すなアイテム。だって職人さんに頼まなくていいんですか。不思議な鍛冶セットはあなたのような、大佐が持っているのをために見るのはなんとかこう、皆さんレベルが低くてあんまり使いこなせてない感じなんです。専門職人さんにはやはりかなわない。いや、職人には負けない可能性があるのか、不思議な鍛冶セットについてもっと知りたい。お願いなんです。もしあなたが不思議な鍛冶セットをお持ちの上、鍛冶レベルが30以上でしたら取材出したの。30かよ。あ、かっけえなぁ、もう。ありがとうございます。不思議な鍛冶セットの存在してもいいです。真剣に頼まれてくれる人、いないんですよね。それじゃあ不思議な鍛冶セットを手に入れて、鍛冶レベルが30以上になったら渡してください。いや、がっつりやらせますね、クラフト。結構やでやか。お、ベリアルコイン。キー。シレットコインが入ってる。とか悩もうエンドコンテンツだと思うんで、今やる必要ないっす。一応貯めといた方がいいっす。ここはあ、これ料理か。つぼとかなければいいっす。
デーモンキングのマス。デーモンキングコーヒー。パフナンド。意味不明のものが大好きだった。本当変人だと。いや変人だな。展望台へ行けるのか。カルサダンスカーダンの頂上に見えない石のドアたちを救ったと言われ第一の三頭子像。なるほど、ちょうどどうやって救ったか僕は将来の歴史の試合になったかってことです。いけないし、この先展望台。あ、クエストあります。ここ入れねえのか。あれっすよね。採掘のやつですね。まあ、実装してないでしょ。あ、ちょっと、ふわって。いいですね、景色。明日に見えるガタラ湖を一望することができます。これがガタラ湖。後ろ髪をかけられた時にふと垣間見える。生めかしくも可憐なあの子たち。あの子 A の立ち引きすると不届きなやつに。お前さんが明日通りの匂いがするようで、そんなお前さんにちょっと頼みたいことがある。街を出てガタラ原野を東に進むと一石の森という場所がある。これ一緒じゃないですか。ドルゴードと一緒ですか。遺跡の森は強い者の出現するとても危険な場所なのそこには全部で3つの祭壇があるんじゃ。こういうのは私は優秀な発明家で若い頃の祭壇の人で、一方体の柱の中にちょっとした仕掛けを取ったんじゃ。今でもしっかり動くとは思うんじゃ、見に行こうにもこのところ腰痛がひどくても、なんか足の代わりに仕掛けが本当に動くかどうか、チートばかり助けに行くか、全部かの。虹色の布切れ。いらねえ。枯れないジジイの文字書き。タイトル。わかったわかったわかった。あるけど、とりあえず入っちゃおうか。とりあえず入っちゃいます。よし。天知る地知る人ぞ知る。美少女怪盗ポイックリン、華麗に任務完了でございますわ。あれは懐かしいポイックリン。待ってください。成長したわねポツコ。
今日はいつもより47秒も早いわ。ポイックリにもポツコンって呼ばれてんだ。それでは皆さん、ごきげんよう。チリも残さず、綺麗に退散ですわ。待って、ポイックリ。ダストン様の宝物を返して。え、もう一回会いに行くか。出た、湧いた。むきゃきゃー、むきー、むきー。落ち着いてください、ダストン様。その方は怪盗ホイックリンではありませんよ。なんですよ。そうですね、ダストン様。ポイックリンが盗んでいった緑の石板は、ダストン様が3日2晩掘って見つけた大変珍しいガラクタでした。もう、負けするなんて。おっしゃる通りです、ダストン様。このガラクタ城ばかり3度も狙い、ダストン様のとっておきの宝物ばかりを盗むなんてひどすぎます。ポイックリめ、一体何の恨みがあってこの城にばかり。はあ、こんな時チリさんがいてくれれば、あっという間に解決してくださるのに。チリ、あんな奴の話はしないでほしいですね。もう娘でも何でもないんですから。すみません、失言でした。あ、この方何か御用があるみたいですよ。え、キーエンブレムが欲しい。なんですって。まキーエンブレムなんて100に立たないもの、あるわけないじゃないですか。ダストン様、この方一人前の証を持っていらっしゃいますよ。一人前の証？きっとダストン様のようにガラクタ集めが大好きな同志の方ではないでしょうか。同志。そのぼんやりとした佇まい、紛れもなく本物の三級品。どうもよ。今日からあんたはわしの助手、ポツコン2号です。出動です、ポツコン2号。何としてでもポイックリンから緑の石板を奪い返すんですよ。ダスト様、ポイックリンが消えたのは北東の方角です。合点です。北東ね。すごいなあ、ダストン様。ガラクタへのあふれる愛情、尽きることのない情熱、僕も見習わなくちゃ。ポツコン2号さんでしたっけ。これからはダストン様の助手としてお互い頑張りましょうね。ダストン様はガラクタ集めが大大大好きでたまらないお方。それを手伝うのが僕らの仕事です。で、ダストン様のキーエンブレムに同じくらい役に立たない一人前の証を持っていらっしゃるならお分かりですね。何してんです、ポツコン2号。まだこんなところにいたんですか。なかなかいい役立たずっぷりですね。さあ、町を飛び出し北東へ出発ですよ。ポイックリンを追うんです。ダンボとポツコン1号無理やりパーティーに行こう。どういう感じなんで4人以上になるってことですかね。
わ、すげえ、5人になった。わ、すげえ。いや、豪華になったね。ね、タミさん、いいことを教えてやる。ダストに聞かれないようじゃん。いそいそ。実はの、カイトポイックの正体はダスコの、じいちゃんなんだ。それは知らずに持ち込んだ危険なものをああやって盗んで、調味したら、しっかりした方向の娘さんだべ。またく、この心を親の知らずなんて、これじゃあ、あべこべだぞ。もしも、じいちゃんを追うなら、街を出て、道なりに北東に目指すといいだよ。しばらくと、カルデアスタンドに出るか。戻ってくるんです。早速やるべきことを見失うなんて、さすがの役立たずっぷりですね。見せよ。ポツコン2号さん、ガタラを飛び出し北東へ逃げた怪盗ポイックリを追いましょう。はい。それにしてもポツコン2号さんってちょっと呼びにくいですね。名前で呼んでね。どういう感じだ。普通に後ろについてきてますね。この状態でラスボス倒したいです。ここにいるっていう。宝の場所は覚えらんないっミスを読み外した。3しかなんで、いいんですけど。
裏合いもこうしてると。サフランとミッカーが好き。じゃあ、歯を取ってくるか。引き出す剣を。あ、そっか、バザーだ。うわー、これ上がるじゃん。上がんじゃん。いいのあんの。まあ、まずはこれを買ってあげましょうか。だけはそんな。ああ、そうなんだ。世間であの攻撃力って、まあ、魅力ではある。レベル10以上の盗賊。あれか、盗賊のエースか。ですね、パスワード自分を打たないといけない。
よく来たのためにも、ここは三刀地との時代の学徒があった。なぜどちらか働きになっているんだ。なんと逃げをもがり向かいを、街道沿いに進んでいるともがりしているように見えます。北東からでは三度抜けて砂漠を見に西に進め、ドルアの方向にたどり着くことができるだろう。こそあんたに伝えたことはあるじゃないの。は図鑑に取る。いやー、ワンサカいるね。5人まで仲間普通に入るってことですか。違うっすね。じゃあクエストが2つある。まずはそこいつはやってない。あっちが買った。フィンガーの右の二人は。いいですね。強いですね。ボンボの仕方そうだっか。強えなこいつ。ヒュアリが強えよ。ここ回復してあげなきゃいけない。うわぁ、1500もくれた。うまっ。聖女の守り来たね。聖女の守りが。まだまだ強くなれるよ。魔力上がりやすい。確かに。フグラ。これかな。こっち。ああ、超暴走魔法陣もあんのか。ここまで来たら。とても暴走しやすくなる。いいっすね。よし、ゴーレム石。いやー、ゴーレム強そうだな。
直線なの。コツコツやっていくかな。海にしてやるです。お、魔法の生成かかって。いや、ありがたいです。ナイス、ナイスダスト。よし、うまいね。急に経験って上手くなった。こんな強かったっけっていうぐらい、この出来だって。じゃあ、何をすればいいんだろう。調べるとこあるの？チャージた遺跡の祭壇がある。さあ、くぼりの間にスイッチを見つけたらスイッチを押してみますか。はい。なんと柱の後の機械から雨雲が湧き上がり、あたりに強い雨が降り出した。これいいの？ここはこれで OK。じゃあもう。壁が崩れて、あたりには床石が無造作に積み上げられて、しかし特に何も見つからなかった。モスさんはその場から立ち去ろうとした。待って。足はこう。モスさんは積み上げられた床石の下に床からプリン残骸があるのに気がついた。モスさんは泥棒の残骸を手に入れた。来ましたね。よし。OK。じゃあこれで一旦戻ろうか。ドアチャック。よいしょ。いや、いつね、オフラインはすぐレベル上がるね。ああいうの戦ってる。よし。ドルボード見つかったので、それならわしに預けてくれ。めいめいドルボードの残骸を集めますか。はい。モスはメインドローが何が預けた。なんて言ったらいい。今まで見た中で一番の重傷だ。でも大丈夫、わしが直してあげる。すぐに終わるから。メイメイは慣れた手つきで一気にドローボーの修理を終わらせた。さあ、あなたのドローボーで大事にしてあげて。さあ、ドローボードを手に入れた。クエストライドのドローボードを打ち始めました。いえ。やっと来たね。あのダッシュより早ければ OK ですね。これ。燃料も買わなきゃいけないです。直してる間このことをお話しして、あなたは前の持ち主にしてみた。だからあなたならきっとこのこと仲良くやってくれると思う。すぐカスタムしますね。カスタムできるかな。
僕の乗り方を教えてあげる。道具の大事なものの中にはどれを使うか、7音声。乗ることができる。でも街の中とか乗れない場所もある。そういう場所に乗ったまま入ろうとすると自動的に降りてしまうから。あと乗っているときに6でダッシュもでき、結構速いと思うから事故を防ぐように注意すること。で、降りるときは7を押して説明を終わり。で、そうそう、そこにある、デコリーがあなたの道具をカスタムしてくれる。よかったら話しかけて。ダウンロード版、コード版を買ってるから、そしたらカスタムできるかもしれないです。カスタムしてください。カスタムする。フォルムチェンジ。あ、ないわ。プリズムっていう貴重な品が必要なの。あ、そうなんだ。プリズム手に入れたら、あ、ごめんなさい。それはそうっすね。そしたら徐々に乗って、続けてあげるか。これはアイテムが必要なんじゃねえか。うわ、金かかった。うわ、高っ。いや、いいけど、いいか。変ぐらいないんだ。仕掛けはバッチリ動いてるぞ。俺、あの空を見てみる。見事な虹だろう。言う、あっちの彼女もひったらこいたよ。満面の笑顔で喜んでくれた。そ、これは俺じゃ受け取った。変われないじじいのお仕掛け。まさかの虹ができると。何を隠そう、あの祭壇仕掛けはあの空を曲がる大きな虹を作り出すためのものだ。雨が降ったのがそうだったんですよ。秋のわしはこの虹をバックにして神様の空気を映しちゃったよ。なんじゃないっすか。よりずっと早く移動できます。まあ、ちょっと燃料いらねえのかな、じゃ。来た、来た。時間はダッシュと同じぐらい。あ、でもこれで早いっすね。ダッシュより早い。うわ、早っ！いいっすね。かなり移動が楽になったな、で。さっきのとこ以外はなんか。敵が来る。一歩かけちゃっていいっすね。すごいすごい。いいっす。決めポーズ。キューザの決めポーズがいいっす。お、キアリと覚えてる。よし。
やっぱ燃料必要なさそうっすね。もういいっすね。くらいならではっすね。毎回500買ってるのめんどくさいっすね。よし。とうとう見つけたですよ、怪盗ポイクリンめ。カルデア凍結ならわしのゴミ箱のようなもの。何がどこにどうなっているかわしには全部わかっていますよ。先回りしてギャフンと言わせてやるでさ。あれちょっと待って、2打使いますか。いやせっかく5人いたのに。いやー、先にクエストやっててよかったな。近いから、よし、ネキと敵が強くなる。ファンとして、早いなこれ。早いスピードよ。RTA とかやらせたいんだろうね。めちゃくちゃ早くできる。最初にドルロード取るっていうルートになりそうです。まさかこれを見つけてしまうなんて。あの人にも悪いけどこうするしかないわ。私を追い出した人だけど、大切な人だから。あら、あなたは。そう、どこかで見た顔だと思ったら、あの時ガラクタ城の前にいた人じゃない。先回りしてる。そっか、そういうことか。なるほどね。そっか、このイベントのために先回りしてる。頼まれて私のことを追ってきたのね。残念だけど緑の石
石板はマグマの中に捨てちゃったわ。もう二度と誰も手にできないように。あの石板はね、ウルベア地下遺跡の奥にある扉を開けるための鍵だったの。はい、下に落ちるまで見ないとダメです。そんな石板が手元にあれば、いつかあの人は扉を開けてしまう。それだけはさせるわけにはいかないから。じゃあね、あの分からず屋にもよろしく伝えておいて。借金。ほら来た。してやったりですよ。ポイクリンのやつもまさかわしが壁に張り付いているとは思わなかったようですね。なんですか、ポツコン2号、そのしらっとした目は。はは、なるほど、さっきのポイクリンの話を気にしてるんですね。この石板は残念ながら使えるものでしたが、これを使って開けられるウルベア地下遺跡の扉の先にはきっとさらなるガラクタが眠っているんですよ。わしの勘は外れたことがねえです。この緑の石板ちゃんは必ずわしをガラクタの元へ導いてくれますよ。さあ、ポツコン1号、2号、ガタラに帰ってすぐに準備ですよ。競争です。ポツコン、ポツコン1号はパーティーから外れた。外れたの。ここなんもないですね。不足はねえぞ。わあ、急に寂しくなった。私頑張ったよ。ね、全然経験値くんないですね。あそこのゴーレムとか1700とかくるんですか。空が見えるんで、ここでルーラが弾けるはず。ドラクエ10があるはずでした。間違えた、聞きすぎた。喧嘩です。ダストン様なら緑の石板を取り戻してきてまたす
に出かけたって教えたら、チリさんすぐに飛び出して行っちゃって、恋人はいるのとか、チリさんに聞きたいこといっぱいあったのに残念だな。それどころじゃない。あ、そうでした、ポツコン2号さんに伝言です。ダストン様がウルビア地下遺跡に来いっておっしゃっていましたよ。あ、来たね、ウルビア。ウルビア地下遺跡。ウルビア地下遺跡はこのガタラの北西にある大昔栄えた国の遺跡で、なんでもチリさんが捨てられてた場所らしいです。あんなに可愛いチリさんを捨てるなんて許せませんよ、僕は。お、それで伝言の続きなんですが、ウルベア地下遺跡は町を出て西の山沿いに進んだ先にあるそうです。ただ入り口が少し分かりづらいようなので、最後は努力と根性で探し当ててください。それではダストン様を頼みましたよ。ゲイダストンさん、セさん全然想像つかない。なんだこの地。うわ、ポツコン2号さん、いつからそこにいたんです？いいですか、ダストン様の向かったウルベア地下遺跡は町を出て、ただ入り口が少しは。あチリさん、若干シーンが追加されてる。よし、さあ行きましょう。よし、行きましょう。あの緑の石板、間違いなく捨てたのに、ど
どうしてあの人が持ってるの？あなたは天使で知識で人ぞ知る。美少女怪盗ポイックリン、華麗に参上でございますわ。ああ、こんなことしてる場合じゃないのに。ポイックリン仲間なの？お願い、私に協力して。このままだとあの人はとんでもない過ちを犯してしまう。実はね、この遺跡の地下深くにはニトリの石板でしか開けられない扉があって、その中には謎の古代兵器が眠っているの。あの人が古代兵器を目覚めさせてしまう前に緑の石板を奪い返さないと。急ぎましょう。あの人はこの先を右に曲がっていったわ。そこから地下を目指せば追いつけるはずよ。ポイックリ仲間になった。いやー、ガタラ豪華だね。3人目で。マジかよ。あ、落ちた。今度も全然当たるよ。華麗にセーバーいたしましたわ。オッケー。最強に近づいたな。ヒューズ5か。どっかでヒューズ。もう10必要なんだよ。10までダメか。20上がったらだいぶでかいと思うんですよ。こう待って、あっち側だからか。こっちだと思う。あれっすよ、外れルートだと思うんで、まあ宝を見るといいんですけど、あとなんかの気づくねって。なんかのクエストのバトル。ここに隠れたからあるぞ。ああ、黒だからね。だよ。だからね。あれさ、後半戦まで行ったら黒だからまずどうにかしたいっすね。開けられるように。もう行く場所が決まってますね。6個目に。よし。Thank you.
片方はさらに上に上がる。だと思います。行きますか。宝がありそうです。一旦そっちに。ついてこい。ちょっと伝えやすいです。伝えやすいです。強いですね。ここは強いな、敵が。うわー、目玉に鬱陶しい。ナイス。ここにしてくれと。いやー、よく喋るね。よく喋るな。一時的な仲間のはずなのに。まだまだ強くなれるよ。攻撃力、魔力、攻撃、魔力。まあ、これが欲しいですね。攻撃魔力も上げたいんです。いやー、めんどくせえな、襲ってくんだ。すっごい追ってきてるな、あいつ。あー、間違えた。これは完全に。倒したいんですね。ザオリクしてくれ。あっちでやってくる。どうやってやってるんですか。聞いてくるよな。なんかしょうがこいつ、あっちこっちじゃねえかよ。とりあえず火柱は通るっぽいよ。
これはと部屋と、私頑張ったよ。いや1100か、微妙微妙、高く強かった割には微妙です。1000くれると全然いいですけど、ところで上とこっちの場所に、これは、これまたツイスト関連か。おそらくね。だろうね。だろうね。やっぱボスのとこ向かうだけです。メタルハンテンこれ宝がねえの、だからばっかの、再生系統です。いい勝負でしたわね。いう時点で、まあこのボスはいけると思いますけど、よし、OK、行きました、行きましょう。一緒にいるのはボイックリンじゃねえですか。
まさか。さては、わしの石板ちゃんを横取りに来たんですね。はい。なんてひどい人です。ガラクタ好きを装ってわしを騙すなんて。あーピャ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 わしとガラクタの中だけは誰にも邪魔させねえです。あのくぼみに入れればいいんですね。ダメさあ石板ちゃん、わしを夢のガラクタ王国へ導くです。ダスト、聞こえますか。ここで声が聞こえるんだ。この男は悪しき気配から世界を守るための重大な使命を果たす旅をしています。はぁ、何ですか、誰ですか、あんた。あなたならこの者を助けることができるでしょう。この世界の希望を絶やさぬようで。いや、ダストンにこれを言ってもどうなのかっていうのがあるけど。邪魔です、うるさいです。今それどころじゃないんですよ。そりゃそうだ。プキーン、ギャッギャーピャー。一曲はめるんで。やったですか。間に合わなかった。いえ、この先何があろうと絶対にあの人を守ってみせる。お願い、あなたも力を貸して。やっぱこれポイックリンとボスで戦うんですか。チーズすごい、あるだけで邪魔になるような、あんなろくでもないガラクタを見たのは初めてです。それは恐ろしい兵器なのよ。侵入者発見、侵入者発見、直ちに排除します。なんてこったです。ガラクタじゃなかったんですか。うめお前は死に、これは太古の帝国ウルベアで開発されたウルベア魔人兵。生身で勝てる相手じゃないわ。早く逃げて。くぬぬ、侵入者排除、ポツコン2号、命令です。あの魔人兵を倒すんですよ。そしたら石板を奪おうとした罪は忘れてあげます。ダストン戦わねえのかよ。やっぱり違うんだ、じいちゃんなんだ。おお、まあでもね、普通のね、コマンドバトルであればこいつは別にね、怖くねえ。逃走の本質。
わ、全体範囲きついっすね。あー、しかも倒れてんじゃん。うわ、きつい。大丈夫か、こっち。ここで癒しの感染した。回復もできる風だ、その、マジっす。あれだよ、色変わんねえ。即することはないかな。どうよっしゃい。うん、うまい。力がみなぎるぜ。力がみなぎるぜ。
進化したですよ、ポップコーン2号。魔人兵がガラクタに戻ったです。信じられない。喜んでる場合じゃないでしょ。死ぬかもしれないところだったのよ。自分の命が大事じゃないの。まさかそんな心配のためにうちから3回もガラクタを盗んでいったんですか。そうよ。だってくぅ、わしは自分の命なんかよりもガラクタの方がずっと大事なんです。命のが大事だなんて甘っちょろい価値観にわしをはめ込まないでください。余計なことしねえでください。お、ガラクタが命よりも大事なんだ。ごめん、そこまでとは思わなかった。まったく、何年わしと暮らしてたんです。あんたも意外と半人前ですね。ねえお父さん、ウルベア魔人兵をガラクタにしてくれたこの人にお礼にお父さんが持っているキーエンブレムをあげたらどうかな。なんですって。あれはわしの命より大切なガラクタですよ。あれほど意味のない代物なんて、そうそう意味のない代物。お父さんは知らないだろうけど、今は世界中の人たちが名を上げるためにキーエンブレムを求めているのよ。きっとこの人もその一人だと思うわ。キーエンブレムを持っていると腕利きと認められ、王様や賢者様から頼りにされる時代なのよ。頼りにされる。のー、やめてください。そんな恥ずかしい目には会いたくねえです。わかりましたよ、キーエンブレムは譲るですよ。まったく、いつもわしの大切なガラクタに世紀の大発見だなんだのと価値を見出して役立たずさを台無しにする。あんたは本当に親不孝な娘ですよ。娘、ありがとう、お父さん。仲直りした。さあ、急いでここから出て。この部屋のことはまだドルワーム王国にある王立研究員でもちゃんと解明できていないの。何かあるといけないから、緑の石板は私が預かるわね。あなたがいなかったらどうなっていたことか。本当にありがとう。聞いての通り、お父さんは命よりガラクタが大事な人なの。まったくもうどうしようもないわね。ごめんだけど、またお父さんが危ない目にあったら助けるのを手伝ってくれると嬉しいな。あ、そうそう、ガラクタ城に着いたらお父さんがキーエンブレムのことを忘れてしまう前に必ずもらうのよ。わしは一度ガラクタ城へ戻ります。あんな大量のガラクタ持ちきれないんで、ポツコンを連れて出直すことにしますよ。それでは皆さん、ごきげんよう。チリも残さず、きれいに退散ですわ。ホイップリンのパーティーから外れた。で、これ戻れへんのか。呼べる場所は、はい。ありえた。フーラマジで役に立つな。リリミットまであんのかよ。ガトラに戻るな。で、
とか楽タンとかに行けば、キーエムレをもらえる感じですかね。また粗大が増えた。キーノキーエンブレム大事なものを受け取った。ポツコン2号、あんたは出来のいいお人ですから、もうわしの助手じゃねえです。でもね、なんか匂うんですよ。あんたの周りからね、とてつもないポンコツ臭が。あんた、何かありますね。しらばっくれても無駄ですよ。あんたに関わって初体験しましたよ。ダストンついてくる。頭に直接話しかけてくるだけの何も役に立たないポンコツ体験。決めました。わしはあんたについてきます。あんたはポンコツを呼ぶ体質です。頭に話しかけてきたポンコツもそう言ってましたしね。ポツコン1号、しばらくの間留守を頼みますよ。来た、ダストンが仲間よ。ダストンがシーフだとすると、あれか、宝探しとかできるの。なんて顔してんですかい。シーフや、盗賊か、盗賊。素敵なバラクタが待ってますよ。ガラクタ城の女子2号実績か。わあ、4人になった。おいおい、マジかよ、ついてきしまうのか、このおっさん。世界中の素敵なガラクタがわしを待ってるんです。感じなんだ、4人扱いになってます。あ、じゃあ4人で一応いけんだ。いや、まあそういう方にかしないといけないけど、いや、次回にしようかな、それ。キーさん、どこに行ったんでしょう。ドルワーの王国ですかね。バランスか。
さか寂しがるっていう。会話と装備買ってそこで終わろう。次回は、一番最後のやつ。グレンか。グレン編になると思う。次回は。一回発生するんだね。さあ、賢者ゴロに夢の内容を語る。なるほどの。夢の中でネルゲルがそんなこと。どうやら事態は思っていた以上にシリアスかつデンジャーなようじゃな。こりゃのんびりしておれ。次はグレン城、グレン城。お降りのお客様はお忘れ物のなきよう今一度ご確認の上ご降車ください。おっと、しかしグレン城下町駅では名物のげんこつ飴を買うんじゃった。今はそちらが先決じゃ。お主は一刻も早くキーエンブレムを5個集めるのじゃぞ。わしはわしで準備を進めておくからな。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、また会おう。ここはグレン城かもしれない。ここは出るとグレン城東で指紋やランガオの村に行きます。グレン城東はグレン城の周りでは弱めの魔物が生息する場所です。目が始めるのはこちら側はいいでしょう。それからあなたに伝えることがあるでしょう。まずは早速ゴートさんに話を聞いてみるのをおすすめする。なんかおっそこのこの国は同じオーガの国であるガートランドとの戦を控え、一人前の証を持つ勇士を集めているところだ。もしお前が一人前の証を持っているなら、こ
この国の兵士となって共に戦ってほしい。兵士に志願するならグレン城におられるバグド王に会いに行ってくれ。城の入り口はこの階段を上り切ったところだ。金を預けないと。ラストに変わっていけねえの。先生、まあすいません、突然に。で、女優を目指している主になっています。でもこんな露骨、の街で演技の勉強するいい先生がいなくて困っています。先生から宣伝されたセンスを感じました。お願いです。どうか私の先生になって演技のレッスンをしてください。レッスンといっても私の苦手な口癖を目の前でやってくれるだけ、それだけで十分勉強になります。お願いします、口癖。丁寧な挨拶の手を、お手本がどうしても見たいんです。見てたかな。ありがとうございます。仕草を使いまで発表してリストから、ね、使いたい仕草を選んでください。ところで先生は丁寧な挨拶についてご存知でしょうか。丁寧とは連打詞や伝承に歌われ、幻の民族のことらしい。何でも本物として滅んでしまったのだとか。丁寧な挨拶はぼんやりした伝承で仕草は伝わっていないんですが、本質はどういったものかいまいちつかめなくて。今はまだ丁寧な挨拶を覚えていなくても旅を続けているときっとどっかで身につけられるはずです。先生の先生による先生しかできない丁寧な挨拶を見せてほしい。では先生。ご視聴よろしくお願いいたします。です、部活の話になって。なさそうですね、多分ね。丁寧はないっすよね、さすがに。そうっすね。クリップはあるけどね。ご視聴とかあるけど、丁寧だけはない。まあ、後々取れるようになる感じですか。桃よ。次回パッシブスキルのための、ね、レベル上げちょっとやろうかなって。そんな上げなくても覚えられるはずな。必須になってるやつ。必須か。まあ、怒りを解除するやつとか。あとはまあ、あるやつ。コミとかも。
さっき混乱食らったんで、書き込みあったんです。さんとやってるオンラインの方もその辺取らないといけない。全然やってない。やったらやったんだっけ。オンラインの方がやってるかもしれないです。黒のキーエンブレムがもらえると。うわーすげえ、やっぱあるね、アパーチなんじゃ。だね、1200。高えな。これ持ってね。ライトバックラーと同じなのか。防御とか。じゃあこの辺も変わんのか。あ、これ欲しいですね。奥さんに買ってあげるか、じゃあ。食べるか。いやでもあるか、どっちかってフーラーに先買ってあげるか。フーラーに先買ってあげるし。一番強い現状。よし。AF 買うからいいな。ほら。そうか、ダストも忘れそう。ダストもいるの。ちょっとこの辺でいっか、とりあえず。多分装備してねえもん。クエスト発見。この病気でどこに防いでたバグ道を賢者マリーンは癒しの術で作ったらしい。いや、賢者の術は、本当にすごいものだ。癒しの力の俺の育てている薬草も馬鹿にしたものではないぞ。なんと言っても誰にでも使えるか。どこであんた見たところなかなか出たりそうだ。どうだ、一つ仕事を頼まれてくれないか。実は薬草の鉢植えに使う窓ハンドローが足りなくて困っているんだ。窓ハンドローはグレーン領東の南側にいる窓ハンドローとつながって逃げてきてくれないだろうか。いや、きっとするから。それと、やつらの姿はグレーン領東の景色にとっつもやすい。だが、注意深く観察すると必ず見つけられるはずだか。薬草戦士と豊かな土。バスじゃ。
場所は後々会える。天使のエースかな。よし、レッドアイ。ドラゴン剣の歴史。すごいコインいっぱい手に入る。清掃清掃とか受けらんないんですかね。あくまでもさあ、私のことはほどあらない性格です。私にやってる研究の価値もなかなか理解してもらえません。全く難しいことです。うわー、あったよこんなとこに。アトラスでしかない。すでに増えてるって何でしょうね。いっぱいでも使えるのかな。はい、お風呂今この後めちゃくちゃいいですね。
ツッコミ要素としてめちゃくちゃ楽しみです。しかも幸せやな、そんな時もある。意識的に分かる。MP を高め、ああ、これ重要っすね。これあるといいっすね。これを、フーラにかけてあげたいっすね。どうすかね。フーラに買ってあげましょうか。アクセサリーがバザーに売ってるの面白いっす。ラインならでは。捨てられることが多いっていう。気圧の温度は6なのでなさそうですね。その後の向き合うと、やばかった。どっちかっていうと、練習とかですね。機関車って素材があれば作れるんです。というと、壺とかあっちの練習で。気がなくなってきていてね、結構大丈夫。あとこっち行ってみます。スカロンですね。
これ言ってんの、いや言ってる、言ってました。じゃあこれで2回いきましょう。多分イベントは3台先。しかも何も入ってないし、この先はバグドーを合わす直属だが、まあ、我が国の兵士に成り立ち志願する者に弱いんだ。旅人でその後我が国の兵士となって活躍し、シンクレンジャーの英雄の証、黒のキーエンブレムを手に入れたと願う。ならば一人前の証を見せてもらうか。確かに持っているよ。よから玉座は前に入るのよ。グレンの意志で雇うかどうかバーグ堂が決めんだ。王は今客人を迎えておられるゆえ、石仏館に真ん中に待つがよい。バーグ堂、どうなさいました？エイドス様が来てくださったのですぞ。エイドス。だまされてたまるか、邪悪な匂いをプンプンさせた者め。バグド、まさか賢者エイドス様のことがわからないのですか。黙れ、誰に向かって口を聞いている。そのジジイを牢に放り込め。二度と我に顔を見せるな。ほほう、なるほど。バグドーめ、難儀なことになっておるな。この国ではこんな問題が起こっておるのか。バグドーに申し上げます。こちらの旅人がグレン城の兵士になりたいと志願しております。やっと一人前の証を持つ者が現れたか。なるほど、それなりに腕が立ちそうだ。だが我の目をごまかせると思うか。我が国に災いをもたらさんとする者め。さすがはバグドー、一目でこの者の本質を見抜かれるとは。こいつもさっきのジジイと同じだ。牢に放り込んで一生出すな。いや、一生出すな、勘弁して。くそ、頭が割れそうに痛む。ガートラントめ、へい、そいつを早く牢に我から遠ざけよう。はっ。さあ、来るな。ドラクエ名物、牢屋です。私、ザンボアであります。実は、先日も王の命令であなたのような罪なき人を牢に入れたのですが、すぐに釈放されました。ですから、あなたもすぐに出してもらえるのではないかと、こう思う次第であります。こんなところで会うとは奇遇じゃの。来たね、エイドス。わしは世界を旅して知った。お前たちエテーネの民は冥王ネルゲルの奴に相当ひどい目に遭わされたようじゃな。大変申し訳ございませんでした。どうかお許しください、エイドス様。顔を上げられよ、次男兵士長。今の王ならわしにあのような態度を取るのも仕方あるまい。エイドス様、やはりエイドス様にはお分かりなのですね。王が以前のバグド王ではないと。実は王は先日まで病に倒れていたのです。なんとか一命は取り留めましたが、以来ひどい頭痛に悩まされ、いつもイライラと全てを憎んでいるかのようなご様子で、ガートラントに戦争を仕掛けるなど、たとえどんな理由があったとしてもおっしゃらなかったはずなのに、一体王はどうしてしまったのでしょう。
あの頭痛さえ治れば元の優しい王に戻るのでしょうか。バグド王のことは奴が赤ん坊の頃から知っておる。このまま見捨てようとは思わん。じゃが知っての通りわしは忙しい。この国にもいつまで滞在できるかわからんみじゃ。王の頭痛を取り除く方法がないわけでもないが。ではエイドス様、私にその方法を教えてください。王のためならどんなことでもします。次男兵士長よ、教えるのならそなたではなくこの者の方が良さそうじゃ。お前の名は確か、王を元に戻すにはそれなりの覚悟と勇気が必要になるじゃろう。この国を救う覚悟ができたならわしを訪ねて宿屋に来るがいい。待っておるぞ。王が今のままではこのオグリード大陸にてひどい戦争が起こります。そうなれば多くの民が苦しむことになる。どうかお願いします。バグド王を元に戻すため力を貸してください。ありがとうございます。さすがエイドス様に見込まれた方。さあ城の出口までお送りしましょう。宿屋に滞在中のエイドス様をお尋ねください。王の朝にそなたがエイドス様から知恵を借り忍者を来てくれると、エイドス様がいらっしゃる矢勢の後ろ前の階段を降りた先は右側だと頼んだぞ。と基本展開は変わらない。来てくれたか。時間がない。率直に言おう。バグド王の様子がおかしいのは悪しき正気魔性に侵されているからじゃ。わしやお前にあれほど激しい嫌悪を示したのはわしらの中の聖なる力に感づいたためじゃろう。魔性のことは知っておんな。あのまがまがしき悪魔の霧のことじゃ。魔物がまとえばその力は何倍にも強まり、人が触れれば命を落とすか心を悪に染められるという、半ば忘れられた存在だった魔性が今再び活発化したのは冥王ネルゲルがこの地上に降り立ったためじゃ。この国を救う覚悟はできたな。バグド王に取り付いた魔性を払うために必要なものは、いや、何でもない。必要なものはレムルの聖杯じゃ。グレン領西の北部ベコン渓谷の奥に今も眠っておる、うん、グレン領西の北部ね。わしと一緒にそれを探しに行く気はあるかな。さあ出かけるぞ。わしと一緒にエイドさんが入手できるものではないからしっかりと準備をしていかねばならん。エイドさん仲間なんだこれ。うわ来た来た、エイドスがパーティングがあった。おおいいね。いやだったら日本時計の仲間になってほしかった。役に立つものをまさか探しに行くなんてノリゾンもいいところですよ。いや成長したねフーラさん。ベテラン旅行です。
任務の制覇を手に入れるためにベコン強くに行くんですか。最初の分かり道は北に回るといける。うん。レムの聖杯が眠れて言われて、洞窟はベーコン渓谷の北西をくれぐれも用心していって。じゃあ、セーブして終わりましょう。まあ、ちょっと次回レベル上げやっていきますね。レベル上げ回やっとく。で、この後にも。シナリオは進めていく感じでしょうか。おつぶく。よし。OK。では、終わりましょう。寝ますね。ゆっくり寝てください。よし。では、次回もよろしくお願いします。おやすみなさい。バイバイ。